カルメは木星の第11衛星。木星を逆光軌道で公転する不規則衛星の一つであり、カルメ群に属する。カルメはカリフォルニア州のウィルソン山天文内で、セスビー・ニコルソンがすでに知られている木星の衛星を観測している最中に発見された。初めて検出されたのは1938年7月30日であり、 その後8月25日にも検出されている。カルメの発見は、リシテアの発見と合わせて報告された。カルメの名称は、ギリシア神話のゼウスの妻の一人で、クレタの女神ブリト・マルティスの母であるカルメにちなんで命名された。発見以降しばらくの間は命名されておらず、正式に命名されたのは1975年10月7日で、それ以前は、 ジュピタークシーとして知られていた。発見者のニコルソンは発見報告の中でジェイクシーと表記している。ギリシア神話の牧神パンにちなんでパンという名称で呼ばれることもあったが、これは最終的に採用されなかった。パンという名称は1955年にブライアン・マースデンが提案したものである。なお、パンは現在土星の衛星の名称として使用されている。 この他にも複数の名称案が提案されていた。カルメは木星からおよそ2340万キロメートルの距離を公転しており、約734日かけて軌道を一周する。カルメの周囲には似た軌道の特徴を持つ衛星が複数あり、これらのグループはこの中で最も大きいカルメから名前を取ってカルメ群と呼ばれている。 カルメ軍の衛星は木星から2300万キロメートル前後の距離を逆光軌道で降転し、軌道傾斜角は165度前後である。カルメ軍の衛星は類似した軌道及び物理的特徴を示すため、これらは同じ起源を持つと考えられている。木星の重力に捕獲された小惑星が破壊され、その際に発生した破片がカルメ軍の衛星になり、母天体の 最も大きな残骸がカルメになったと考えられる。カルメの見かけの等級は17.9であり、アルベド0.04と仮定した場合、カルメの直径はおよそ 46km と推定される。また、密度を 2.6g ラム毎立方センチメートルと仮定した場合、質量はおよそ 1.3017kg と推定される。2002年に、 北欧工学望遠鏡を用いてカルメの観測が行われ、色指数が BV=0.76VR=0.47VI=0.97 と測定された。この観測からカルメの表面は淡い赤色を示し D 型小惑星と類似した特徴を持つことが分かった。このことからカルメ群を形成した母天体はヒルダ群か トロヤ軍に起源を持つ小惑星であることが示唆されている。カルメの表面の特徴については2003年のジェミニ北望遠鏡を用いた観測でも同様の結果が得られている。ありがとうございます。